とにかく止めるぞ。殺した分だけ手柄に。ソミア。あ？なんだあんたか。生きてたんだ。生きてたって姿が見えないからとっくの昔に死んだと思ってたよ。死ぬわけないじゃんか。こんなに元気だよ。まああんたらはここでゆっくり見物してな。あとはあたいらが片付けてやるからさ。その必要はない。必要ないだって。そうだよ、もう戦わなくていいんだから。みんなお友達です。はあ？敵はもう私たちに降伏したんです。ですから戦わなくても。降伏？いつ？どこでさ？ついさっき、ヒューポンが降伏させたね。だから兵を引いてください。出ないと。出ないとどうなるってんだい？一度降伏した相手を攻撃したとなったら信用を失います。そうなったら今後の作戦活動も。ふん、知らないね。なんでって？あたいはあたいの好きなようにやらせてもらうよ。シルエラさんの話を聞かなかったの？そんなことしたら。要は全部殺せばいいんだろ。全部殺せばさ、そうすりゃ漏れることもないよ。そんな。それに殺した方が手柄が大きいのさ。バカか、功を焦って信用を。しつこいね。あたいらにも都合ってもんがあるんだよ。都合？そうさ、あんたらには分かんないだろうけどさ。分かる。いいからそこどきなよ。どかないなら。ソミア様。あんたらから。ですわ。
行くぞ。私の番ですわ。私の番ですわ。行くぞ。
神様、見ててくださいね。バッタと次な許せませんわ。やっと私の番ですわ。なかなかやるじゃん。行くです。
なかなかやるじゃん。行くぞ。こう。ハンナ、行きまーす。やっと私の番ですわ。これ以上は無理か。お前ら、引くよ。はっ。隊長、怪我はないか。はい、ですが
なんだ。逃がしたのはまずかったのでは。もしこのことが、俺が怒られたらいいんだろ。そんな問題じゃ。ヒューイ様。ん？あれを。ヒューイエルザード、礼を言わせてもらう。今日の恩は忘れないよ。別にいいよ。ですが、ソミヤたちと争って何の手柄もなしじゃ。仕方ないだろ。それに、それに何ですか。変に捕虜を抱えていったら逆に疑われるよ。そうなんですか。なんかややこしいねんな。とにかく帰るぞ。はい。帰るところがあったらの話だけどな。あの丘を越えれば終わりだな。怖かったです。ほんと早く寝たいよ。隊長、本当にこのまま戻るつもりですか。仕方ないだろ。他に行くところないんだから。もしソミヤがよからぬ方向に話をねじ曲げていたら、死刑かな。へえ、死刑なの。ティアは死にたくないです。うちも嫌や。わめくな。だってだってじゃない。だいたいソミヤがどんな報告をしてるかなんてわからないじゃないか。ひょっとしたら報告してない可能性も。あ、そっか。心配して損したわ。もういい。気落ちしないでくださいね。